古い石組みとはいえ、ちょっと土台をこづいただけでこれほど派手に崩れるとはの。やはり異常気象のせいか脆くなっとる。異常気象？あれ、先ほど話した風の門、是外の表がこちらの世界に入った影響でちーとばかし開いたために自然界のバランスが狂っちまったらしい。そっか、あの子たちの言ってた村を襲った大雨や日照りはそのせいだったのか。あの子たちの言ってた？あの子たちってあの村の？あっ！なんと丈夫なやつじゃい！じいさん、先に行け！わかった、チョイさん！気をつけてな！源内さん！土方さん、大丈夫かしら？心配いらん！数々の修羅場をくぐり抜けてきた男じゃ！でも、相手は化け物よ！
大丈夫か？大丈夫です。それより源内さんは？わしゃこの通り元気じゃよ、おかげさんでの。ダメよ。おお、うまいもんじゃの。こんなことぐらい誰だってできるわよ。ちとばかし派手じゃが、ワンポイントのおしゃれって感じじゃな。でもよかった、大した怪我じゃなくて。あ、どうしたの？村へ戻る。髪の毛パサパサ、お風呂入りたいな。目覚めよ、是外の巫女。我がしもべとなり、古の眠るし力を我が手に。なぜ目覚めぬ？迷いは月が満ちるまであと一夜。その道を下ったら先ほどの村じゃ。わしらが一緒だと村人を刺激する。ここでお別れじゃ。どうしても連れて行っていただけないんですか？これまで以上の危険が待っておるんじゃ。よいか、雪の城が泣きおったらその近くにお前さんが戻るべき雲の通い路が開いておるはずじゃ。わしらを待たずに元の世界へ戻るんじゃ。それを逃すといつ戻れるかわからんからの。でもさやかは。わしらが何としてでも送り届ける。よいな。でもじいさん、行くぞ。ああひじかた歳三のバカ。どうしたブスッとしてんのかしら。女子供は足手まとい？冗談じゃないわよ。男尊女卑なんて今時流行んないわよ。すごい、まるで山をくり抜いたような。とこれがあの人の言ってた元の世界へ戻れる谷だわ。ま、ちょっと寄り道してこっか。土方歳三なんかよりあの人センス良かったし。でもユキちゃん、うんともすんとも泣かないね。あ、これ土方歳三のスカーフみたいだけれど中に何か入ってるみたい。そんなに怒んないでよ。え、私じゃないの？誰？やはり来たね。あ、先ほどはどうも。あの、本当に元の世界へ戻れるんですか？ミキさんと言ったね。君はまだこの世界のことをよく知らない。土方歳三や平賀源内に騙されてはいけない。土方さんや源内さんのことご存知なんですか？ああ、よく知っているよ。私と同じこの世界へ迷い込んだ旅人。しかし彼らは封印された是外の力を閉じ込めたままにしようとしている。是外って一体何ですか？自然を思いのままに操れる力。
君と私が手を組めば、その力を手に入れることができる。そうすれば、二つの世界を思い通りに作り変えることができるのだ。私と組む？そう。そして向こうで実現できなかった夢をね。私は諸葛亮孔明。お前こそがシャムスの末裔、ゼガイの巫女。何？あの子が？ミキちゃんが？ああ、多分な。宝冠が反応していた。うん。それで村の子供たちの言葉が理解できよったか。ということは、ミキちゃんと宝冠があれば、卑弥呼でなくても誰でも風の門を。おお、恐ろしい。卑弥呼が間違いに気づく前に、我々で風の門を開くのだ。さあ、答えるんだ。シャムスの宝冠はどこへやった？言わぬとお前の友達は死ぬことになるぞ。さやかが、さやかが今度転校してくる男子生徒を校長室で見かけたって、素敵だったよって言うから、どうして教えてくれなかったのって。私の聞いているのはそんなことじゃない。宝冠だ。宝冠の行方を聞いているんだ。さやか、さあ宝冠を。それがなければ風の門は開かない。さあ。そうか、それで宝冠も一緒に元の世界へ戻すつもりやったのか。気がついていたのか。ああ、雪の城の首へお前さんのスカーフで。あの猫にはおしゃれすぎたな。ちょっとな。さあ言え、宝冠のありかを。言わぬと真の像が止まるぞ。乗れ、この どうした、トイさん。長飛とカウの死体が見当たらない。なに？どういうことじゃい。あいつらが単独で動くわけがない。そしてあの子の言っていた迷い込んだ旅人という言葉。何？ミキちゃんはわしら以外の誰かと会っとったんか。諸葛亮孔明、やつだ。じいさん、ミキが危ない。閉ざされた。一体何が起こったんじゃ、こりゃ。ああ、これは間違いなくサイボーグどもの部品じゃな。はて、隕石でも落ちたような破壊力じゃ。おお、雪の城無事だったかい。おい、じいさん。おっと、やはりゼガイの巫女じゃったようじゃの。宝冠を持たしといてやってよかったの、トシさん。よく眠れたか？ええ、神聖
戦組の旗ですね。ああ、俺の戦いにはいつもあれが一緒にあった。実を言うと、俺も17歳の時、突然あの時代にいたんだ。それ以前の記憶が全くなかった。ただ、あの誠という文字だけが頭の中に残っていたんだ。だから、あの文字の通りに生きてきた。そして、これからもそういう生き方をしようと思っている。誠の生き方、新選組。幕末、私には歴史の授業でしか知らない世界だわ。歴史か。俺もじいさんもその歴史を旅してきた。最後は太平洋戦争の時じゃったな。みきちゃん、でどうじゃな、体の具合は。平気みたい。でも私一体どうなっちゃったんだろう。確か孔明って人とあの化け物に襲われかけて。うん、それはな、みきちゃん。それよりじいさん、いいのか。おっと、忘れるとこじゃった。ほほほほほ。お前のいた日本はどうだった。え、平和、すっごく平和。世界で一番平和な国かもしれない。私の生まれるずっと前にあった太平洋戦争には負けたんだけれど。負け戦か。それでも平和か。帰りたいだろう。うん、でもさやかと一緒でなければ。うん、そうだな。え、おい、みきちゃん、こっちへおいで。はい。あの、これ、どうも。ほーれ、露天風呂でござい。わー、すごい。どうしたの？こいつのおかげじゃよ。天津風号の抗体生物じゃよ。妊娠したようじゃから水につけて冷ましてやっとったんだよ。妊娠？いつの間に？こやつは私有両体じゃからの。昼間の追っかけっこで興奮させすぎたんじゃな。明日はパワーアップして飛べるぞ。ま、ちょうどいい湯加減じゃよ。ほんとだ。ま、ゆっくり入んなさいよ。源内さん。あ？ありがとう。いや、岩を積んでくれたのはトシさんじゃよ。お邪魔、ごゆっくり。せっかく目の保養させてもらうつもりだったんじゃが、あんな目で見つめられてはの。あ、トシさん何をしておる？ん？綺麗な夕焼けだな。あ？孔明の一行が全滅？長飛と関羽も何が起こったというんだ。他の奴らはともかく、わしの作ったサイボーグまでとは。あれは源内めの船。おのれ、撃ち落としてくれる総員配置につけ。孔明の仇、わしの恨み、一気に晴らしてやるぞ。なんじゃその格好は。どう、素敵でしょ。動きやすいファッションにしたの。ボロボロになっちゃってたし、似合わない。うにゃ、よう似合っとる。ノートさん、綺麗だ。ほら、おうおうおう、綺麗。修学旅行で行った龍安寺の石庭みたい。もしかすると、この風景を見たことのある誰かが作ったのかもしれんの、石庭。京都にいた頃を思い出すな。あら、そういえば誠の旗は？トシさんが肌身離さず持っとるよ。じいさん、一休みしておいていいぞ。おいな、
ほんじゃまお言葉に甘えてと。あ、ミキちゃんもおいで、音楽でも聴かしてやろう。お前らは行って奴らの船をこちらへおびき寄せるんだ。行け。近づけばこれで一発だ。じゃあ坂本龍馬と中岡慎太郎を切ったのはトシさんだったの？うん。奴らは京の町に火をかけて、その混乱に乗じて是外の表を奪うつもりだったんじゃ。ひどい。なんせ孔明の命令を受けた関羽と張飛じゃったからの。え、あの化け物たちだったの？龍馬たちは何が何だか分からなくなっちゃった。歴史というものは謎の多いものなんじゃ。じゃあ源内さんたちはそうやってずっと是外の表を守ってきたの？わしとトシさんは是外の表に呼ばれるようにして歴史を旅してきたんじゃよ。じいさん来たぞ。掃除を代わってくれ。よっしゃ逃げるぞ。出てくるんじゃない。奴ら、束になってくるぞ。もう一踏ん張りしてくれ。さあ来い。これで国家未人だ。あれ、この人どこかで会ったの？よっしゃ、いただき。やった、命中じゃ。やったやった。ミキちゃん大丈夫か？うわあ、たけ、源内さん。ミキちゃん、しっかり捕まってるよ。どうした？命中はしたが粉々にはならんかったようじゃな。ちょっとした計算違いか？今度こそ。もう少しじゃん、頑張れ！ユキちゃん、早く腕を伝って上へ。もう一息だ、頑張れ！トシさん、私、もうダメみたい。バカなことを言うな。さやかを、親友を助けに行くんだろう。諦めるな。バカな、上昇させろ。総攻撃だ。どんなもんじゃ、わしの操縦は。見事だった。大丈夫か？怖かった。何？じいさん、上昇だ。はいな。逃げれると思うか。撃て。今度こそ国家未人じゃ。何の音？おわっと、交代生物の出産じゃ。
刺されし門よ、再び開きてその力を我に与えたまえ。おお、これが武器？本当は何なの？本当はわしがお祭り用に開発した打ち上げ花火連発術じゃ。打ち上げ花火？ま、火薬量の調節次第で大砲として使えるじゃろう。でも爆弾がいっぱいあるのに。あれを使うのはわしの主義に合わんのじゃよ。あれが卑弥呼のいる神殿。そうじゃ、あの鐘がこちらに来るのをいかにしても阻止せねばならん。風の門は開かせぬ。この娘は巫女ではない。ならばなぜこの鈴が反応を？我が力をもってすれば巫女など必要ない。生贄として地祭りにあげてくれよ。世界の戦士？いや、あの娘こそが世界の巫女。おのれ！うわ！うわ！はあはあはあ！行け！風の門を開くのだ！じいさん、しっかりしろ。わかったよ。それよりさやかちゃんを卑弥呼を倒すんじゃ。じいさんを頼んだ。はい。ハハハハ、世界の力よ我に宿れ。いかん、あの鐘を止めるんじゃ。バケツを狙い。準備を変えたのね。いや、背に腹は変えられん。撃て、今じゃ。はい、終わりだ、卑弥呼。世界の力我に宿れる。どうしたー。来るな。よみがえれ我がしもべよ。そして我に逆らう者すべてを食い殺せ。もうやめるんだ、卑弥呼。化け物。風の門より悪しき風だけが入ったんじゃ。卑弥呼の邪悪な心と結びついてとんでもないものを。いや、逃げろ。よく狙い、パワー最大じゃ。やれ。すごいハンド。あ、増えちゃった。どうしよう。いや、成功じゃ。見ろ。やったやった。おお、死にたよったわい。おお、まだ。うおお、おれ。
これはあの鐘を科学の力で門まで飛ばそうとダヴィンチめが作った打ち上げ用の砲塔らしい。源内さん、怪物がトシさんの方へ。うわっと、こりゃいかん。手伝うんじゃ、ビキちゃん。さあ来い我がしもべよ、来てこやつらを食い殺してやれ。急いで源内さん。わかっちょる、ここはこうじゃから、こんなって。よし、ダヴィンチ、お主の殺戮兵器、人助けに使わせてもらうぞい。どくんじゃ、ミキちゃん。みんな殺しにしてくれ。戦いは終わったということか。是外の力は使う者の心によってどうとでもなるようじゃの。さて、この子とさやかちゃんを元の世界へ送り届けねば。二人が乗ってきたバスを探すとしよう。雲の通い地吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめんか。ん？偽らざるお主の心情じゃろう。俺だけかな？あ、ミキちゃん、落とし物。あ、ありがとう。あの、さっきはごめんね。つまんないことで怒って。ううん、気にしてない。ねえ、それより後ろに二人で座ろう。そうね。もうすぐ夏休みだね。どこか行く？そうね、どっか変わったところがいいな。言える。まだ夏休みまでは1週間以上あるのだから、浮かれていないで。ねえ、見て見て。あ、ブサイクな猫。ほんとだ、変な猫。というわけで転校生を紹介しておこう。でもおかしなやつ。ねえねえ、ほら、ミグマコト君だ。仲良くやってくれ。